バルーンサイドご覧いただきましてありがとうございます。エディです、今日はこの間のお花の続きでお花のブレスレットを作ってみます。ではまずこのブレスレット部分から作っていきましょう。空気入れる量はもうボール1個分です。できれば楕円よりも丸に近い方がいいですね。まん丸に近い方が綺麗になると思います。縛る、まずはこれだけ。次お花、空気入れる量は一旦分かりやすく拳2個分にしておきましょう。ただいらない部分空気抜いちゃいますので、そんなに神経質に空気の量こだわらなくてもいいと思います。この間のお花でやりました折りたたむというので花びらを作っていきます。1枚の花びらの大きさは自分の手のひらの大きさよりちょっと気持ちちっちゃいかなぐらいを目指して作っていきましょう。まず折りたたんで1枚作ります。でこの最初の部分だけ結び口をそのままにしておくとこれがゾロゾロゾロってほどけてしまいますので、最初の1枚だけは折りたたんだら結び口をこの輪っかの向こう側に通しておくとゾロゾロゾロってほどけなくて済みます。これポイントです。ではこれに合わせて2枚目も作る、3枚目も折りたたんで作る、4枚目も折りたたんで作る、うまくいくと5枚の花びらが作れるかな。花びらを作るので一番難しいのは同じ大きさに全部揃えてあげる、これがちょっと難しいですね。どうしてもね、切り抜いちゃうと大きくなっちゃった、ちっちゃくなっちゃったっていうのがあるんで、これはもう練習あるのみです。ひたすら作って感覚をつかんでください。では5枚花びら作りました。残っている部分は空気を抜いて、でもこのままにしておくと今まで作ったところが空気抜けちゃいますので、必ず空気抜いた後は縛って余計な空気抜けないようにしておきます。それからこういう部分ね、余ったこういう部分は切っちゃってもいいですし、僕なんか切るのめんどくさいからぐるぐるぐるって巻きつけて隠しちゃいます。はい、最初に作っておいたボールの結び口の部分を花の中心部にぐるぐるっと結びつけます。はい、結びつけます。そしたらこの膨らんでない部分をつまみながらやっぱりギューッと引っ張って花の中心部にぐるっと巻きつけてあります。そうするとね、こんな形になります。後ろ側にはピヨってこんなのが出てます。はい、では最後この紐の部分をまた花の中心部にぐるぐるっと巻きつけたら花のブレスレットの出来上がりです。簡単ですね。はい、ワンポイントアドバイス、地味なんですけどとても大事なテクニックをお教えしますね。花びらを作るときにこう折りたたんでいくんですけど、折りたたむときにその花びらを一回ギュッて潰してみましょう。全部潰すんじゃなくて軽く握るぐらいの潰しでいいです。潰してからひねって、はい、そうするとこの中に入っている空気が柔らかくなります。厳密には空気が柔らかくなるわけじゃないんですけど、はい、柔らかく、ゴムも柔らかく感じます。うまく作れば6枚、7枚、8枚ぐらいまで多分作れると思いますが、はい、
このお花のブレスレットはお子さんだけじゃなくて大人の方にも喜ばれるアイテムなんで、しっかり練習していっぱい簡単に作れるようにしておきましょう。